第240回あぞめ焼き物広場テレビジョン開催と思います。今日はですね、米沢さんちと、菊池今ファンミーティングその1ということで始めていきたいと思います。プチ D さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。サブ D さんもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんで噛んだかっていうとですね、このイヤホンつけてたら自分の声がこだましてて、これはダメだということで、カミカミですね。カミカミで やっていきます。なんかね、今日は私おかしな状況がありましてですね、はい、なんか朝にね、南国の方にいたような気がするんですけど、今日の朝に、今日の朝なんか宮崎の方に、はい、いまして、なぜか今ここにもういると。お帰りなさい。はい、朝一で帰ってまいりました。お帰りなさい。はい、宮崎からね、もうなんちゅう、3時間で帰ってこれちゃうんですね、西尾まで。3時間で帰ってくる、ね、賞味3時間で帰ってこれちゃうんですよね。すごい時代になりましたけども、はい、この5月私、えらいことがいろいろ続きまして、ほとんど土日に店にいないという状況でしたけども、まあ今日の放送はですね、待ってましたということで、米沢のねツアーが5月の14、15、16と、行ってまいりました。その様子をね、先週できなかったもんですから、今回はですね、その米沢さんちの、今のね、まあ、現状というか、本当に産地の皆さんと一緒に、織本さんとか、菊池マンのファンの皆さんと会ってですね、ファンミーティングも参加してきました。そういうのもね、もう包み隠さずですね、やっていきたいと思ってまして、今日実は、宮崎から帰って速攻で編集を、動画を編集をしていたらですね、もう一日じゃ収まらない。今日今から流す動画はですね、なんと1時間あります、はい、動画だけで1時間動画だけで1時間ありまして、はい、僕が喋ると多分ね、そんなにストップかけちゃうと、あっさり1時間半になってしまうという。そうですね、はい、内容その代わりたっぷりです。でカットすると逆に面白くないかなと思って、カットせずにいたらこういう風な長さになったってことは、皆さんもですね、米沢のそのそこの現地に行ったつもりで聞いていただけると思います。でなんとサブ D も一緒に行ってきましたので、はい、サブ D さんにもその現地のことを、まあ、思い出しながらお話しながらですね、でプチ D は行けなかったんですけど、はい、プチ D さんからはなんかこの質問など、私の方にしていただければね、それをやっていきたいと思います。はい、ということでとっとと始めないとですね、動画がもう10分経ってしまうとえらいことになりますので、はい、それでは、早速動画を皆さんに見ていきます。音が入っている時と入ってないところがありますので、音が入ってないところは私が喋ってですね、途中でなんか補足するところは止めさせてもらいますので、動画をじゃあ皆さんも楽しみに、菊池今ファンミーティング、総勢30名で行ってまいりましたので、ぜひともお楽しみに聞いてください。ドン。では始めます。はい、米沢駅からスタートします。あれ、私の声が入ってますか？入ってますね。はい、いつもより小さい。あ、これはね、音なしで入ってますのでね。はい、すいません皆さん、米沢さんちツアーということで、あ、画像がね、あ、画像が小さいです。スライドショー的な、いや、ちょうどいいわけじゃないです。動画も入ってますのでね。はい、吉田明子着物着付け教室の吉田さんと、富士工房の加藤さんも一緒にですね、このツアーに同行されまして、はい、すいません、私の耳が聞こえないんです。逆の、はい、まずはですね、腹ごしらえのそばの新富さんで行ってまいりまして、ね、これ一緒に行ったメンバーでございます。はい、僕をちょっとズームしてもらうといいかな。食べたい、すごいそばが美味しかったです。はい、一回止めましょうか。はい、はい、今のショットで今声が出ましたけども、皆さん聞こえてましたか、私の声が今の無音のところで、スライドショーのところ、藤井で聞こえてました？
こっち聞こえます。私の声も聞こえてますって、マイクで、うん、あ、よかったです。私のね、耳がね、今になってやっとついたので、あ、おかしいなと思ったんですけど、よかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。まずはですね、愛知県から、10人ぐらいだったかな、そのぐらいでしたかね。そうですね、10人ぐらい、だいたい10名ほど、うん、で、全然なぜ30名になったかと不思議な方もいらっしゃると思うんですけども、もういろんなところから、大阪から吉田明子先生のチームが来る、東京からテレビジョンチームが来る、あと藤子坊さんとか、現地米沢組も来るっていうことでですね、初めはね、小さなマイクロバス1台ぐらいで行けるかなと思ったら、甘い甘いと、とんでもないですね、大型バス貸し切りで、バス貸し切りでやってまいりましたので、非常に楽しい、会になりました。さあ、まずは、いきなりのっけからですね、今紅花染めで有名なと書いてありますけども、新田さん、これはプチリ知ってるでしょ。はい、お伺いしたことあります。これは着物業界ではね、轟いてますけども、米沢の絵は、まあ、一二を争う、老舗でございます。で、しかも皆さんにとっては紅花染めという染めで有名な新田織物さんなんですけども、実は、今回ね、僕も初耳のことを聞けましたので、新田さんがもともと紅花をやってたわけじゃなかったと、これは面白いですよ。さあ、じゃあ動画を進めていきましょう、はい、どうぞ。ベリバナ畑がね、敷地内に埋まれていたんですよね。マイクの音来てませんね。来てませんね、やっぱり。マイクが入ってませんね。ショットに入ってないんじゃない？ショットには入ってます。オーディオコーディック？はい。あ、今入りました。あ、すいません。いった源太郎くんです。じゃあ、ま、改めて一言。はい、改めまして、よくご沙汰なしって米沢ではいいんですけど、いった源太郎と申します。よろしくお願いします。まあ、うちの方は創業131年、1年ですね。はい、やっておりまして、明治17年創業なんですけど、この地でずっとやってたわけじゃなくて、実はね、この土地っていうか、これ大正の大火ってね、米沢はね、大火で結構焼けちゃったんですね。で、その時に昭和元年に立ちまして、で、今の状態になっている。それからずっと、まあ、約90年ぐらい、はい、この状態でやっております。で、あとは詳しくはこう創業の話とかそういうのは、あちらの方にご移動させていただいた折にお話しさせていただきたいと思うんですけども、まあ、作りとしてはね、うち自体は正直ね、大きくてね、あれなんですけど、うち紅花染めっていうのやってまして、よく紅花御殿とかね、よく言われますけど、全然そんなことなくて実はね、それやる前からあったんだ。そうなんですよ。なので、実はこれは袴御殿になりますね。うち袴屋なんですよ、もともとは。そこからまあ、うちのじいちゃんとばあちゃんが紅花と出会って、そこから女性物の着物を専門に作っていくという方向になって、現在はほとんど和装、着物関係のものを9割ぐらいもう作ってます。じゃあ、その前はどうかって言ったら、実は座布団地作ったりとか洋服地作ったりしてる時期もありました、はい。で、まあ、明治に入ってから起業した。で、なんで起業したのかっていうのはまた後ほどお話ししたいと思いますんで、そんなことで、今回2日間ですかね、皆様はね、2日間の方と3日間の方、米沢ってね、近いようでね、遠かったり遠いようで近いような場所ではありますし、遠いですけどね、こういうふうに晴れるっていうの、この時期本当に気持ちいいですね。ちょうどこれね、実はね、こちら側が北側になります。こう旗屋って織物業やってるとこ旗屋って言うんですけど、旗屋のこう庭っていうのは北側に作るのが結構多くて、今こういう作りやってるところって実はそのままもうほとんどなくなってしまったんですけど、南の光がこうこちら側を向いてやる。で、もう本当にこうコントラストがすごい綺麗に見えるんですね。まあ、今電気つけてますけど、電気消すとすごいこっちが涼しくて、で、あちらがすごい華やかにこう、こう木々が こちらを向いて咲いてくれるっていうことで、昔からうちではこういうふうな作りになってるんですけども、
で、あと冬になりますと雪囲いって言って、雪がね、ここまで来ますから。っていうよりももっと上行っちゃうんですけど、はい、ですから、もうここで雪で閉ざされてしまうのであれなんですけど、雪囲いって言ってね、木が傷まないように囲いをします。あそこに建物が実はあるんですけど、あれは雪囲いをこう囲うための木が閉まってる家になります。あ、家というか建物で本当だ、なんか生えてる。そうそうそう、今ちょうどね、乾燥時期なんで全部ちょっと開けちゃっててあれなんですけど、そういう風なものになります。じゃあまあ早速ではありますけど、はい、はい、詳しくは、はい、止めましょうか。はい、はい、そういえばサブ D さんが耳が聞こえないんですよね。はい、私インカムがないので何がどうなってるのか絶対わからないというこの事態。あとですね、 Facebook ライブをご覧の皆様、はい、本日は録画の画像がそちらには出ませんので、はい、Ustream もしくはニコニコ生放送の方までお願いいたします。そうでしたね、今日はFacebook ライブもやってるんですけど、僕が黙ってる映像がずっと流れてるという、はい、ちょっと不思議な光景だと思うんですけど、そう、ニコ生と Ustream の方見ていただけるとありがたいと思います。米沢の素敵な風景が映っております。そうですね。今の新田さんですけどもね、サブ D さん、お庭がとても素敵で、もう大変素晴らしいお庭でしたね。もうね、やっぱり創業200年とかいっちゃってるから、うん、200年。もうお庭だけじゃないですよね。お家の作りが本当に御殿っていう感じでしたね。もう確定御殿ですよね。はい。はい、そんな素晴らしいところで、新田さんは、やってらっしゃるんですけども、やっぱりですね、袴っていうのは聞きました。おっしゃってましたね。袴が創業だと。で、今からそのなぜ紅花になったか、皆さんにとっての紅花の新田さんの意味が今から分かるのと、実演がありましたので、はい、紅花がどうやって染めれるのかも聞けると思います。非常に手間がかかりますので、よく見ておいてください。はい、どうぞ。はい、始めます。ありますけど、はい、でこの上見ていただくと、もう普通竹竿があって、ここ洗濯物とか干すっていう、でメインで干すのは糸を干します。はい、まあ本当に家とこう仕事っていうかね、こういうのがもう一つになってまして、こういうふうな場所だから説明するというだけじゃなくて、実はここは特別な場所でして、この上の写真ありますけど、この上の写真になっているように、ちょうどこの場所になります。紅花を研究した場所になるんです。で、ちょうど隣の部屋が今も台所なんですけど、台所で水場がありますので、そこで抽出したりして、ここで染めの研究をしていた。はい、で、紅花っていうのは非常に歴史が古くて、あれなんですけど、紀元前もう本当に3000年ぐらいからもあったって言われますので、エジプト、エチオピアが原産、そこからずっとシルクロードに乗って日本までやってきたと言われます。日本にやってきたのが魏志倭人伝と言われるあの頃ですね。でその頃っていうのは なんでじゃ あるのか分かったかっていうと、古墳から花粉が出てる。花粉が出てるってことは育てられたりまずあったってことはもちろんですね。で一つの場所から出土しているところはそこで何かをされていた。まあ普通に考えれば染色をしている、抽出をしているっていうことにはなるんですけど、でそういうふうにされていました。で山形まで来ますと、もう飛びまして、室町時代には来たって言われますね。室町時代に作られて生産をされて、それを出荷していた。換金物ですから紅花の場合は。ですからそういうふうにされています。米沢がそこで登場するのは、だいたい1600年ぐらい、江戸時代の初頭の時の名前兼継公、愛の兜でね、NHK の大河ドラマありましたけど、殖産振興の一つとして、はい、紅花も育てられている。でもう一つ実はね、他にも作ってまして、あとは麻、蝶幡といってね、麻の原料、縮みですね、はい、縮みって聞いたことあると思いますけども、そういうものを作ったりの朝とかチョマ、はい、そういうものを作って出荷してたんですよ。で紅花自体がその頃からはほぼどんどん作られなくなって、メインで作られる場所っていうのは山形市周辺になります、はい、その辺は最上川を流してっていうふうに
よく松場所の空とか呼ばれるたりするのはほとんど山形市から上の方になります。でそういうふうなことで紅花じゃなくてチョマンも一緒に作っていましたけど、それがずっと残ってるんです。米沢織っていうのをこう聞き慣れたことございます。織物をするためにまずはね原料があったんです。原料がその麻、麻をそのまま出荷するよりも上杉鷹山公はそれを今度は織物にした方が高く買ってもらえる、それを思いまして礎になられましてね、そこから米沢織とどん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 発展していきます。でさっきこのうちの家系というのは武士の家系だったんですけども、結局ね農民って言ったらあれですけど、農民は農家になれるわけですよね。商家は普通に商売でそのままできます。で結局武士はすることないわけですよ。ですからその時にこの下級武士だった織物を従事してたものをそのまま起業して独立して旗屋っていうものを始めた。ですからほとんどの米沢の旗屋って言われるものは武士の家系のものは非常に多かった。で大きい、もともと上級武士の場合は基本的に土地を預けるしかないですからね、預けてどっかに行かないといけないとかっていうことなので、下級武士だったからこそうちの家系っていうのは実はここに残ることができたということになります。であとはそういうふうな中でうちの祖父と祖母とが出会ったって言いましたけども、最初袴をずっともう朝早くから夜遅くまでずっと追ってたっていうことですね。でそれをずっとやってましたけど、なかなかやっぱり繊維産業がどんどん下火になってしまう。でちょうどその頃いろんなものを追っていた、ちょうどその頃うちのおば、はい、うちのじいちゃんとばあちゃんの娘ですね、うちの親父の兄弟が学校に行っている時に紅花を研究している方と出会ったんですよ。でその方っていうのが理科の先生で、親子2代で紅花を研究している方だったんです。ですからまあ、山形県としては非常に作っていたというのもありますし、非常に綺麗な色に染まる紅花っていうのに惹かれて研究されていて、でそれを織物に転化してみたらどうだって言っていただいて、そこから研究を重ねました。ですからそれが大体昭和38年ぐらいなんですけど、それがちょうどこの場所でこういうふうにしてやっていたということになります。でその頃なんかはもちろんなんでじゃあ自分で染めないといけないか、染め屋さんあるじゃないかってね、米沢も染め屋さんたくさんありましたから、でもね紅花染めることができないんですよ。結局明治に入ってから衰退してしまいます。なんで紅花自体はね衰退してしまうかって言ったら、化学染料が入ってきたりですとか、あとは農業政策変わりますね。日本は一つになりますから、まず日本の産業というかそういうふうなものの一つはね、シルク絹を輸出する方になりますね。ですからそういうふうなことで、あとは戦争が始まって食べ物を作らないといけないとか、だから紅花畑が桑畑になったり、食べ物の畑になってしまったりっていうふうなことになっていく、紅花も染められなくなり、あとは生産もされなくなってしまうっていうことで、その中で紅花研究してる方であったからこそ、また紅花染めっていうのを復興することができた。であとはうちの祖父と祖母はよくあれなんですけど、自分たちでだけでこういうふうにできたわけじゃないっていうんですね。ですから米沢さん地として紅花っていうふうなのをいろいろやられてるところはありますけども、逆にみんながやることで知名度は上がるっていうのをずっと昔から言ってまして、ですからみんな協力してものづくりをするんだということで現在に至るわけですね。で紅花っていうのはね、本当にこうちょうどね、畑で、ね、さっき見て、まあ、このぐらいだったと思うんですけども、昨日おとついかな、オロロギングリって言って間引きしたところですね、はい、どん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 間引きしてちょっと幅にこう1本ずつにするようにしていくんですけど、4月に種をまいて7月にお花が咲きます。今年はね、4月の20日に種まきしました。咲くのがまあ7月の2日って大体何で限定しているかっていうと、半夏生って言われる、その時に一輪だけ咲くって山形では言われます。半夏一つ咲きって言われて、こういうふうにして本当に畑の中で一輪だけ咲きます。ほう、それが咲いたら周りの花たちがバーッと咲いて、本当に不思議な、でそれが1週間ぐらいするとこうやって咲き揃っていきますから、やっと摘み始めになります。これを一つ一つ手摘みしていくわけですね。
どれを摘んでもいいかっていうわけじゃなくて、実はね、黄色い状態のものを花をつく一つ一つ摘んでいくっていうことをします。ですから実はここにあるのは赤くなってますから摘まないですね。放っておきます。花を摘んでも種はできます。でこれを一つ一つ摘み込みをして、で水洗いをします。水洗いしたら足で踏んだりもするんですね。で足で踏みまして、花根性って言って置いておくと赤く熟成していくわけですね、はい、でそれを薄でついて団子状にして足で踏みつけて、せんべい状になったものがこういうふうになるわけですね。でこれは昔は花もちって言って、ちょうど最上川、さっきたくさん作られていたっていうのがこういう状態でほとんど出荷されてました。で出荷されていて酒田港と港まで行きます、最上川って。でそこから酒田港から京都まで北前船が往来していた。でそれ実はね、北前船っていうのは紅花の場合は紅花船っていって、それだけを積んで運ぶ。で運んで京都だけじゃなくて、まあ、敦賀を経由してあと九州までも行ってました。そしてずっと行っていて、で行ったら荷物を下ろしますよね。紅花を下ろして、で下ろしたら空になりますから、そこに例えばひな人形を入れてとか、京物の例えば着物を入れてっていうふうにしますんで、酒田港っていって、その山形のね、北の方になるんですけど、そこら辺一帯は小びなっていってね、古いこうひな人形がたくさんあるっていうのは実はそういうことなんですよ、はい、で紅花自体はそういうふうな、こうどこでも染めてたわけじゃなくて、京都だったらここで染めるとか、大体ある程度染め屋さんでも全部どこでも染めるってわけじゃなかったので、本当に貴重なものでしたから、金と同等の価値があったって言われます。だから本当に貴重なものなので、そういうふうにしてされているっていうことです。じゃあ実際ちょっと紅花でちょっと染めてみたいと思いますね。でこれは今水を張った状態なので、じゃあちょっとこれをまあ結構濡らして、で紅花からは2色の色が取れますね。黄色と赤の色素が取れます。黄色っていうのはどうやって取り出すかって言いますと、花もちだったらこれを水の中で揉みますと、黄色い色っていうのはもう染み出てきます。水に溶け出す色素なんですね。で赤っていうのは抽出するっていうことをします。ですからまずは黄色をずっと水で揉んで、一昼夜揉んで黄色を出なくします。ずっと捨て、それをまあ捨ててしまったり、まあ、染めるように使えないことはないんですけど、ずっとやる。で黄色が出なくなった段階で藁を燃やして灰にして、灰にしたものを水の中に入れて沈殿させた上水を紅花につけることで赤の色素を抽出することができる。じゃあちょっとこれ入れますね。でこういうふうにして染めてますけども、絞ると全部白くなってしまいますね、うん。これ実は、ね、色素が入っているだけで染色抽出した状態だけなので、発色はしてないんですよ。発色するために烏梅って言って梅の実を燻製にしたもの、あと米酢であったりそういうものを加えます。ちょっとじゃあ加えてみますね。ここだけ色が変わったの分かりますか、なんとなく変わったの分かります、これをこうつけると一気に染まる。どういうことかって言いますと、灰っていうのはまずアルカリ性質なんですね。アルカリにつけてあげることでまず抽出することができる。でこれ酸性の液なんですね、梅の実ですから。で酸性を加えることで中和されて発色していくわけですね。きれいに染まってきますよね。ちょっとゆっくりするのがあるので、こんな感じで。ありがとうございます。
ゃん。一気に。なんか広げるとね。でこのね今こうやって一瞬で染まるので、あ楽だなっていうふうに思われると思うんですけど、これは楽ですね。入れるだけですから。実際自分たちは何をしてるかっていうと、結局織物っていうのは糸を染めてから先染めって言われるもので、染めてから織るっていうことをしますから、その場合なんかは入れた瞬間から染まっちゃうわけですよ。だから入れては染め、もうずっと動かし続けないといけない、じゃないと均一に染まらないってことですね。だから一回入れた場所っていうのが染まった場所っていうのが、今度動かした時に重なってたりすると濃くなりますから、結局ムラになりやすいってことなんですよ。だから実は染めるのが非常に難しい。はい、でそれも抽出して結局非常に高いって言ったらあれですけど、高価なものですから無駄なくしないといけないっていうことなんで、どのぐらいの量を入れたら無駄なくきれいに染めることができるかとか、実はそういうふうな内々の中では非常に難しい染料の一つではあります。あとは今染めてるのっていうのは水っていうか冷たい水で染めることができる。他の染料っていうのは煮出して、で焙煎とかって聞いたことありますかね。一つの色を抽出した色からこうやって焙煎っていうのは鉄とかアルミとか鉄と結合させて違う色に産むっていうことができるんですけど、焙煎とかもしないんですね。この変な話、この状態って水洗いをずっと重ねて、これで終わりっていう染料になります。で藍とかも実はね、藍の場合は酸化をさせるって空気に触れさせることで色がああいうふうに変化していきますけども、こっちの場合は中和するっていうことで直接染料の一つになりますから、向こうもねムラなくきれいに染めるのは難しいですけど、そういうふうな仲間になりますね。結局ね、じゃあなんで高価なで残ってるかっていうと、よく植物染料ってたくさん、あるんですね。その辺の木々でも染まりますから。ただなんでそういうふうに残ってるかっていうと、結局ねこの紅花のこの色っていうのは紅花からしか出ないから植物として残ってたわけだと思うんですよ。でこの色、綿で染めたらこの色ですけど、絹で染めるとどうなるかというとこっちの色になりますよね。ちょっと系統違いますよね。で何が違うかって言いますと、こっちは絹っていうのは結局お蚕さんが、ね、履いた。でこっちっていうのは綿っていうのは植物、だからこっちは動物になるわけですよ。それで染まり方が違う。でもう一つ大きいのは、紅花の黄色っていうのは綿には染まらない。ですから今あるのは紅花の赤の色素だけで、シルクっていうのは黄色染まります。でこの色って、赤っていう色っていうのは実はずっと見ていただくと黄色が入って色になってるのが分かりますか。それはこれだけじゃなくて、今ちょうど iPad とかこのあれってずっと見てると、赤ってね実は黄色みが入ってるからこの色なんですよ。赤の色素だけっていうのは実は発色系のピンク系の、きつい色になりますので、そういう意味で紅花っていうのは黄色と赤が取れるからこそこの赤を染めることができる、黄色を抜くって言いましたけど 100% 抜き切ることできないわけですよ。それがまた蓄積となってこう微妙な色になるということですね。であとは色のバリエーションですよね。例えばね、色のバリエーションを植物で出すとしたら、重ねて染めるものしかないってことですね。黄色を染めて赤を重ねるとオレンジを作ることができたりとか、あとは藍で染めて紅花で染めたらこういうふうに紫になります。これが二藍の色って言われる色です。二藍っていうのは二つの藍が重なる、さっきの紅とね藍の話じゃないです。そういうふうにして二つの藍が重なったものを二藍って呼ばれますけども、それは紫の色なんですね。はい、皆さん質問わかりますか。染めにムラができるって言ってたけど、薄い色の方が染めるの難しいんですか。ですね、薄い色と濃い色ってまず大きく言うと、薄い色の場合っていうのは染料の量をまず少なくするんですよ。で、やる濃い色の場合っていうのは実はね、染めてもう一回重ね染めっていうのを重ねてどんどん濃くしていくっていう、この色ってヤシオ染めって8回以上重ねるって意味なんですね。ですから一番最初に染めて、このぐらい染めました、でそれを重ねて染めるっていうことをするので、どっちがこうムラになっているのが分かるかって、薄色の方は確かに分かりやすいかもしれないですけど、実際それはね折ってみないと分かんないですよね。どういう出方をするのか、無地でした場合どういうふうに出るのかっていうのは折ってみないと分かんないんですけど、こうやって見た時にこうムラっぽいなとかっていうのは見て
視覚的には分かるので、それでちょっとあのどうしようかなとか、こう修正しようかなっていうのもありますね。はい、一回止めましょうか。はい、一回止めましょう。はい、止めました。どうでしたか、プチDは勉強になりますよね。すごい詳しく説明してくださいますね。すごいでしょ。僕が現地に行く理由が分かりましたか。はい、分かりました。これね、ウィキペディアだろうがどこでやろうが、これはね、分かんないんですよ。やっぱ目の前で見て、しかもあの染本さんはそれを毎日やってる人だから、こう分かりやすく説明してくれるんですよね。はい、これ皆さんも多分今プロの説明とかね、いろいろ書いてありましたけども、いやー、サブ D さんすごかったですよね。これはもう本当に感動しますね。で、実はですよ、これ本当は初めはこれだったんですよ。あ、そうなんですか。やっぱりここでしかっていうのがあるし、はい、やっぱりこうなかなかこう企業秘密みたいなところも少しは出てきてしまうもんですから、ただね、やっぱりこの天野さんとか米沢の皆さんがこうテレビションに非常に協力的、やっぱここであの今度出てきますけども、根健さんが出て見えて、もう柴川君が来るならとにかくみんな協力しろと言ってくださったおかげで全部撮っちゃいましたよね。もうカメラ入っていいんですかっていうところ全部入りましたからね。でしょう。一応ちゃんと聞いてきましたからね、先に言っときますけど、あの全部流してもいいっていうことで流してます。これは皆さんにとっても多分永久保存版。そうですね、うん、特にこのベリマナの今の生い立ちから、染め方全てをこの時間だけであんな感じで簡潔に説明できる人ってほとんどいないんじゃない。本当にまるっと、すごい情報量でしたもんね。でしょう。だからこれは多分今聞いても一回だけじゃ分かんないっていうところあるかもしれない。もうじーっと聞いちゃいました。でしょ。で、これアーカイブに残るんですから、これはプチDさん見た方がいいです。僕も一回だけじゃって思って編集しながらもう一回聞いたら、なるほどと思いました。いやー、もうちょっと喋りたいですけども、とりあえず山形に、ベリマナが来たのが室町で、室町の辺からずっと米沢では育ててたんだけど、それを染料として売ってたと。でも新田さんが、おじいちゃんとおばあちゃんが、出会って先生に、でそこでじゃあ織もできるんだからベリマナを使って米沢で染めようと、せっかくそこに咲いてるんだからっていうことでやられたっていうことの、まあ一番初めにやられたってことですよね、うん、やっぱり先人がすごいっていうことですよね。さあ、こっからまたもうちょっとベリマナあります。どうぞ。ここからは無音になりますのでね、僕喋りましょうか。あ、始まりました。始まっちゃった。あ、これから俺始めるとか。そうそう、先織の場合もやっぱりセンスですね、これね。どんな色にするのか、でどんな地色にして、どんなあのね、あのこのアクセントの色を使うのか、どのぐらいの幅に織るのか、そういうのはいちいち、例えばあの新田さんの会社のデザイナーさんがいて、はい、こうこうこうですよなんてことは言いません。もうこのここに座っている方にもうほぼほぼ委ねられます、ね、ですんで、例えば先ほど買ってくれてね、褒めていただければ、もうその人は嬉しいわけですよ。私ははい、ここから写真でいきます。これは美しかったですね、サブディさん。この光沢感ありえなかったですね、ベニバナのね。素晴らしかったですね。あとこの新田さんの工場がね、すごい綺麗。どう、これゴミ一つ落ちていませんでしたね。本当に綺麗な環境でしたね。塵一つ落ちてなかった。工場っていう感じが全くしませんでした、はい、でこれ皆さんね、終わった後見て触ってもらう体験もあって、触りまくりあとこの庭、この庭見てちょっと休憩しましたね。で皆さんで集合写真を撮って終わりました。
はい、ここで止めましょう一回、はい、はい、止めます、はい、あ、ちょうど暗いところで止まっちゃったかな、黒いところで止まっちゃったんで、もうちょっと進めた、どこまで行っちゃった、どこまで行っちゃ、え、何やってる、何やってる、何やってんのそれやっちゃかんって言ったやん、あ、はい、すいません、ちょっとプチ D が探すところまでで、はい、本当に、まず新田さん一件だけなんですけど、まだまず初めにサブ D さん、行ってみて、はい、キーワード多分僕は2つ大きくあったと思うんですよ。キーワード、はい、うん、なかなかすぐには言えないと思うんですけど、はい、まず米沢のこの織本さんとか、青野さんが連れてってもらったんですけども、人柄、人柄、はい、とてもいい人ばっかりでした。すごかったですよね、はい、あともう一つは、その、まあ、現地のその気候風土、それから一番大事なのがみんなから上杉っていう名前が一軒だけじゃなくて全員言ってましたよね、はい、で町の人も、はい、米沢の人はね、プチじいさん、上杉藩が、もう元で、はい、もともと、知ってました？どこから来たのか。知らないです、上杉はね、当然北陸の、新潟からやってきたわけですよ、秀吉だったかな、あ、じゃあ徳川家康が、天下を取った時に一応、大阪方についてたから、確か100万石ぐらいあったところから20万石か30万石に減封されて、で米沢に入った、で何もない米沢に、いきなり入ったわけ。でそこで上杉さんがここでやってかなきゃいけないから、で鷹山公さんが、みんなに、織物をやりなさいっていうことを広めたと、こういうことも喋ってましたよね、はい、いや歴史をすごい大切にする土地だっていうのは分かりましたよね、はい、で皆さんが自分のところをあんまり自慢しないんですよ。だよね。そうですね、もう本当人が人がっていう感じで、僕大好きなんですよね、そういう文化というか。これがね、次に今から、面白いおじさんが出てきます。面白いおじさん、ね、おじさんって言っちゃダメですかね、はい、超有名人です、はい、次の方ももう米沢にこの人ありき、この人はプリチジさんよく知ってます、ここにも来てくださいました、根健さんです。どうぞ、じゃあ流していきましょう。失礼しました大丈夫か、おいおい、おいいよ、もうここからやっちゃってくださいごめんなさい皆さん、申し訳ございません。見た顔ですね。はい、根健さんでございます。どうなんだよ、さん、でも今、選挙競技会長の理事長やっております。会長です、会長理事長と会長って会長の方が偉いんですか。まあ、会長の方が偉い自ら一番偉いんだとおっしゃっております近藤哲郎さんです。よろしくお願いします。この前ですね、一緒に我々と一緒にですね、柴田君の方のインストリーム番組にも出演させていただいて、記憶が飛んでますけど、本節さん大変お見苦しい点をお見せしましたすみませんでした。今この場をお借りしてもうまさか残したからです私も含めてですね。ということで、鉄道さんのお伺いとことんご挨拶お願いいたします。一言。こんにちは。こんにちは。ようこそ、日本全国から。皆さんの日頃の行いがいいおかげで、こんなにいい天気になりました。今日朝、バッチリの天気になります。明後日もいい天気だそうです。十分に米沢、そして山形県を堪能して、行っていただきたいなと思います。皆さんご存知のように米沢は上杉の城下町と言いましてですね、我々旗屋、組合にまだ40軒ほどあります。
みんな上杉鷹山公の時代に、植産振興といって糸を作ってるだけじゃダメだから織物を売って、いっぱい稼げというふうな教えから、こうやって250年うちは160年ぐらいですけども、ずっと連綿と続けていくのが米沢織というふうなことになります。パンフレットの裏に見ていただくと分かりますように、この高麗屋という根拳織物のですが、1860年に万延元年、ほとんど江戸の末期です、明治に近いぐらいです。技術職人として、桐生、群馬県の桐生から呼ばれて、やってきました。そしてこの地で、1900年創業して、100年以上を超えるということで、米沢のメーカーも、新田さん、白根沢さん、あたりかな、あと染屋さんでも小米染色さんとかで、もちろんあの販売していらっしゃる阿波庄司さんなんかも100年以上超えるという歴史を持っているということで、都会でいうとセンチュリーカンパニーという実は今覚えたのね名古屋の方がね、名古屋でセンチュリーカンパニーっていうんだと、名古屋だけで100年企業っていうんだって言ってみましたけど通じませんでした、はい、そんなことで100年ぐらいやっております。で、米沢織を簡単に説明させていただきますが、資料がないので、資料が来てからやりますね。今日の予定を大体、大体4時半はゆっくり大丈夫です。はい、ということで、今日ご覧いただけますのですね、これから私が米沢織について資料が来ましたら、9分30秒しゃべりますが工場見学です。歩いて散歩のところに工場がひっついてますんで、これですね、こちらの人は見えないでしょうけども、見えないよ見えないままお朝と思ったんだけど、お店さんがちょっとクレーム入りましたよね。ああ、変だよな、手動式なんですボスマジうちのお仕事内容っていうのですね、何を作ってなっていうことで、考えまして、で糸を買わなくちゃいけないんですね。今ほとんどの糸はですね、絹糸はほとんどの中国産になっております。国産の糸もございますが、ちょっとお値段が高いというのと、糸質から言うと中国のハイブウェイの方がいいかなというようなことがあって、まだまだ中国に頼っているのは現状ですが、糸を仕入れしています。でそれからですね、地元の染屋さん、あとは京都の染屋さんにも一部出しておりますが、ものによってはですね、糸を染めてもらってます。でそれからですね、うちの中で糸返しということで、糸を、いろんな工程に持っていきやすいように枠に返しという作業をやっています。でそれから縦糸を並べる製糸、横糸は札巻きで、これが、できますと製色という織物が織ります。で織物が織れると仕上げ検査納品するので、私は阿波庄司さんに全部納品するというふうな美味しい関係ではあります。男性の方がですね、まあ今日はみんな何を織ったらいいかなとか、ね、こっちは来てお礼とかということで生産管理ということを一応やっています。で仕掛けないということで、いろんな織物があるんで、こういういろんな織物を覆うためにはちょっと違う道具にかけなくちゃいけないなっていうので、そういう仕掛け替えなんかもあります。あと段取り替えって、つなぎとかお砂糖紙っていって、色違いを作るときにですね、例えばこういうふうな角帯からこういうふうな角帯を作るって同じ仕掛けで大丈夫なんですが、糸をこう変えなくちゃいけない、これをつなぎというんです。縦糸を交換していくということで、つなぎという作業。まあ、それが、運が良ければ今現場に運が良ければいや、毎日1個2個やってますけど、やっぱりタイミングがあるんで、なかなかやっぱり、はい、運が良ければいます、はい、というふうなことになっております。まあ、これをですね、うちの会社は、15人で、私と第一夫人も含めて15人年齢的には、30歳から72歳、今日は土曜日で有給を取っているご年配の方がおるので、
今日の平均年齢は通常よりも若く 43.5 歳です、ね、通常は52歳ですということで、結構若い方から年配の方までいて、まあ、年配の方でもね何も言わなくて一人でお仕事してくださるということがとっても良くて、やっぱり年配の方も大事だなというふうなことで、長いこと勤めてねというふうにお願いしているところです。ということで今資料来ましたので米沢織について余ってますか、はい、ぴったしですか、ありますかね、みんなありますか、はい、では見るな見るな、これは組合で用意した資料です。いや大体暗記してるんで、はい、はい、いいんですけど、ね、まあ読めばわかりますが、それを言っちゃおしまいです、ね、9分30秒 の、 時間いただいてますので、米沢織についてという、はい、下に見えるか見えないかわからないような写真が載ってる方のページをちょっと見ていただいて、上から5行目ですね、ちょっとカットさせてしまいましたアーカイブには出してくださるんですか。ちゃんとこうやってほら、あ、そういうことですか。PDF がビシッとあって、こうこれをね、後から YouTube で見てください。止めながら。止めながら、そうすればこれ全部読めますから。PDF で。以上9分30秒でございます。フラメンはゆっくりバスの中で。まあまあこんなんで。はい。まあ、そういうようなことで、米織っていうのは、洋服事業やってるところがたくさんあるんで、結構技術交流とか、まあ、糸屋さんとか流通っていうのもいろいろまあまあかぶってるところがあるんで、いろんな話聞けるんで、意外と面白い織物、まあ、伝統的な織物もやってますけども、洋装の崩壊の発想からいろんな織物を作ったりとか、そういうふうなこともできてるんで、意外と面白いものが見れるような産地かと思いますので、ぜひ、今日明日明後日、米沢の隅から隅まで、織物と食事と何と何と何、いろいろあるでしょうけども、楽しいことたくさんあると思いますので、十分に堪能していただきたいなと思います。それでは早速、現場行ってみましょうか。はい、じゃあ一回食べましょう。はい、失礼しました社長さん多分今日見ていらっしゃるような雰囲気だと思うんですけど、大変社長さんに失礼いたしました。カットさせていただきました。あ、どうした？ちょっと大丈夫ですか、プチさん。ダメだよ、触っちゃう、そこ。はい。なんで触っちゃう？今インテンシティの方にやってて止めてなかったので。すいません、練習しながらね、これはね、はい、今どこまで行ったかな、あ、そう、根源さんですね、はい、根源織物さんは、主に帯とか、そういうものを織ってらっしゃって、もちろん木尺も織ってらっしゃる非常に大きな会社の社長さんでございます、いろんな織物を織ってらっしゃいましてですね、今米沢織物工業組合の会長さんでいらっしゃるということで、ね、はい、ああいうふうにわざとこう何て言うんですかね、楽しくやっていただける、もう楽しかったですよね。非常に愉快なお方でしたね。そうです、もう本当ますますファンになりましたって、本当です、もうてっちゃんって呼ばれちゃうぐらいのね、普通だったらもう京都あたりだとこうやってっていう形になりそうな方なんですけど、もう本当にいい人で、僕たちもすごく、工場見学の前で、前にねもう楽しんで、あ、今から見れるんだみたいなワクワクした気持ちになりました。さあ今からじゃあ工場の中を見ていきます。工場の中がね、時間が結構かかったもんですから、ちょっと説明はカットさせていただいた次第です。さあ行きましょう。はい、はい、準備のね工程もまた見ていただきますけども、あれが縦位置なんですよ、後ろに乗ってるねロール状のやつ、あれをぐるーっと持ってきて、針金の中にこう穴が開いてるんで、ちょっと見とってですね、でこう持ってきて、
雨下げするの。で、雨下げするのはその左上の機械、これがドビーっていう機械です。で、これは脇ごと雨下げするんで、結構正確に折ることができる。ただ、ジャガードのように複雑な折り物は折れないというのが、まあまあ、デメリットだけど、確実に折れるということで、こういうふうなドビー折り。まあ、ほら、皆さん、ドビー折り、ジャガード折りってね、聞いたことあると思うけど、やっぱりジャガード折りは高級品ですよとかって言うけど、ドビー折りはドビー折りで大変なんだけどね。まあ、綺麗に折るっていうこと自体はね。はい。で、それに、これがジャガードですね。ジャガード。この上の装置ね、縦糸を上げ下げする一つのジャガードですけど、まあ、これも同じように後ろに縦糸を入れて、まあ、どうも、ずずずず。じゃあ、針金の真ん中に糸を通して、これを上げ下げするんだけど、折りのデータはそのパンチカードを、ダンボールの紙、もう穴開いてるやつから、データ取ってます。あれ1枚が横糸1本いくデータになってます。だから紋紙がたくさんあるやつは折り丈が長い。紋紙が小さいやつは2ピートが小さい、2回になってるって言われます。はい、ちょっと読み込んで横とは思っています。まあ、基本的にはこの説明が良かったですからね。この説明すごい良かったです。はい、動きを見てくださいよ。プレッシャーを持ち寄って。はい。フランクですか。何ですか。踊るわけです。これほどいてるんですよ。ちょっと止まった前、手前までほどき直して、折り段ができないように。そうです。一旦音を出しています。
はい、いただきましょうか。すごいいいタイミングでこれ取材ができたところです。これは、はい、なかなかできません。皆さん機械織りっていうとね、特にプチジさんもそうなんですけど、普通は自動でね、どん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 こう折れるんじゃないかと。だから着物業界で着物売ってて、結構お客様の中でね、手織りが至上主義っていうか、手織りだからすごいのよっていう人いっぱいいらっしゃるって、逆に機械織りは安いものだよみたいな雰囲気の方がいらっしゃいますけど、実は全く違うんです。もちろん手織りは素敵でしょう、全部手で思い通りできますけど、着物業界が洋服業界と違って突き詰めたのがこの力織機っていうところで、世界は早めに革新織機ってちょっとさっき書いてありましたけど、今ね、ああいう洋服を織ってるような織機は、こういう織機はもう50年ぐらい前に、変えちゃってます。で、着物業界はなぜそこで変えなかったか、はい、お金がなかったわけじゃないです。今はお金がありませんけど、その時代はもうそんな洋服業界の人たちよりも全然お金持ちの皆さんですから、なぜこの織機を今でも使ってるか、この織機じゃないと折れないものを折ってるからなんですよ。で、今の織姫さんってね、誰かが売ってらっしゃいましたけど、必ず機械織りの織機であろうが、その織機に1台に1人か2人専門の織子さんが必ずついてるんですよ、着物業界には。で、力織機っていうのはこう、さっきガチャン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 って飛んでましたよね、何かが。あれ横糸が飛んでるんですけど、あれシャトルって言ってですね、はい、中に横糸がぐるぐるぐるってさっき交換してましたよね、はい、あれは、あの中に入っている糸の分しか折れないんですよね、当然、はい、糸が切れたら終わり、はい、そうすると糸を交換しなきゃいけない、はい、それが、高々30センチぐらいで止まってしまうんです。だから30センチおきに必ず人が来て、横糸を交換するんです。で、さらに今回がすごいこれレアなところだったんですけども、ただ横糸が切れただけじゃなくって、ちょっと突っ張っちゃって、切れちゃったと、引っかかっちゃって、で一度ほどき直してたんです、実はね。しかもそのほどき直すのを手織り織機だと簡単に自分でガッチャってやって、うん、戻せば簡単に戻るんですけど、はい、機械はうんっていっちゃうんで、その今止めるっていうところで一回ずつ手で女性止めてらっしゃったでしょ。あれね、僕とかサブディはよく織本さんに見に行ってるんですけど、はい、あれできませんね。できませんね。あれ絶対できませんね。スイッチ押したらあーっていっちゃいますね、うん、あーって言って変なところで止めたらおさが潰れる、はい、シャトルがこう来てジャーンとなって、でお砂と商品も潰れる、ダメになってしまいますね。でもあの人は1回ずつ簡単に止めてました。もうこれは1年や2年じゃできません。もう本当に今のお母さん、さらに縦糸の調整もなんかこのぐるぐる回すやつあったじゃないですか、はい、あれは、張り具合なんですよね。あの張り具合をこう、この食器でこうだとこのぐらいかみたいなやつをやってらっしゃったんですけど、もう本当に神業的な作業です。ですから、そういうなんか人たちがいて、機械織りなんだけども、もうほぼ人間の手が入っている織物ができるんです。ですから、機械織りのものであっても、着物業界の織物ってみんな結構皆さんが見て、うわー素敵な織りって言っていただけると思います、はい、ふわっとしてまるで手で織ったようなものがこういう織機では織れるんですけど、お洋服の方はそれよりも生産性を重視したので、いかに早くいかにたくさん織るかを洋服の場合は求めたので、もうこの3倍か5倍ぐらいのスピードで織れちゃうんですよ。ガーッ、しかも横糸が切れない、はいはい、その代わり早いから、どん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 打たなきゃいけないから、ふわっとした織物は折れないんですよね。硬いものができてくる。
ですから、もし着物が好きな人たちが、なんか着物って魅力だよね、その素材感がっていうのは、ここが僕は伝えたかったところです。はい、はい、ありがとうございます。これ以上喋るとね、明日になっちゃいます。はい、次行きましょう。はい。これ止めましょうか、ちょっと。はい、バンディットのドリル。今、見ましたか？あの、ジャガーズ食器の、こう、門紙が、こう、上がっていく様子。あれ、誰かね、コメント出てました。あれ、1枚が、横糸1本のデータだけなんです。だからさっき、今、ガチャガチャって折ってたところ、下ずっと垂れてたの見たでしょ？はい。あれで多分ね、1万枚ぐらいあるんじゃないかな。あのぐらいの厚さだと。で1万枚って言ったらすごいと思うんだけど、実はこのぐらいのリピートしかないんですよね、織物になった上がった時には。だからすごい数のあのパンチガードカードがいるんです。でそのパンチカードをどうやって作っているのかも今からの説明があるので、はい、すごい面白かったですよね。すごかったですね。はい、まあ、現在は実はねパンチカードほとんど使ってないところが多いんですけど、はい、せっかくだから皆さんジャガード折りっていうのをね見ていただけるといいと思います。はい、どうぞ。ちょっとグラインダーを駆使しながら、あと残り切りもトンカチもありますけど、まあこういうのである程度直して、まあ騙し屋が使ってる、うん、まあまだ多少中古の部品はあるんだけど、まあまあゆくゆくなくなるので、まあ今後またいろんな作り方とか部品もね考えていかなくちゃいけないでしょうけど、でもまあ間違いなくあの、はい、あの参入できるような仕事じゃないんで、もう来年あたりから本当にがっぽり稼げるかなと思って毎年やって25年です。はい、これがあの紋帳機って言ってですね、紋紙を切る機械。これはなかなか見えないです。ジャガードものはあの必ずこういう紋紙、まあまあ、うちなんかほとんど紋紙でやってます。紋紙でおるんですが、これを作るのに、まあ、今はうちもあの外注さんで、コンピューター連動の紋帳機で取ってもらってますけれども、これは昔ながらの通りの。足を踏んで一つずつずらし、ここでもう横一列のね穴を指示することができるという、まあ12個穴があるんです。でこれはまあ別なんですが、俺はもう知って、でこれでまあこういうふうにやって切って、で織物を織る設計図があって、それを見てやりますが、ここにこう入れて、まあこうやって組みながら、こう、一個ずつ書いたりですね。こうやってやっていくと、まあ、こういうふうな穴が開いて、この穴が開いたところの縦糸を上げるという指示になるんです。まあまあ、これを見ただけで、どういう折り物ができるかっていうのは全くわからないし、なんですけども、間違いなくこれで、穴開いたところが縦糸上がるというふうな指示になるんで、こういう紋紙データだと、アナログなんで、これを見て、あ、でもここが穴開いてるから、ちょっと違うな、これは穴を塞がなくちゃダメだなとか見えるのは利点なんですよね。ただ紙だから弱いし、あとこれ1000枚を超えると重たいのよ。
だから男の我々がこう持ってもかなりきついんで、だんだんフロッピーとか USB になってきましたということで、はい、じゃあ一旦こちらのこの帯はですね、沼さん一見なっちゃって、手持ちの帯なんだけど、開けない、バッテリーの瓶を開けるとですね、こっちに、ラッキーそうですね。ラッキーそうです。成形が見えます。いいもの持ってますね、みんなね。動いてる。成形機が動いてます。さっきの成形機が。すごい。また取れます。すごい。はい。これが見るからに糸返し。糸返し。やる方は 見ただけで分かる。我々が、縦糸を染めてもらって、はい、どうぞ。これ、カプテン糸、今日はポリエステルやってます。はい、糸がこういう状態で、輪っかの状態で来ます。これをですね、この枠に変えていくわけですね。枠を交換しないとですね、いや、これ、本当は月曜日に整形しなくちゃいけないんで、夜を徹して返さなくちゃいけないんだけど、今日はなんか、米沢牛パーティーなんですね、それに行かなくちゃいけないんで、今日できないなと思って、残念なんですけど、本当は今日は徹夜で、ばあちゃんの畑町ですね。きれいにこうやらないと、僕はちょっと失敗作なんですが、きれいにさーっていかないんで、とても難しいんですが、これ慣れるのは。はい、見まして、これ、すごいちょっと伸び縮み、縮みというものです。とっても便利。
ちょっと補足がいるような気がしますね。はい、整形ってやつですね。これ今順番逆で見てきちゃってましたけど、実はあの折る前にこちらの最後に今見た、染めた糸を巻き直して、この今の職人って皆さんがおっしゃったこの方、いやまさしく職人です、実は多分ここの作業がもうどうでしょうね、織物知ってる人は分かると思うんですけど、この職人さんがいなかったら織物はできません。ここが要ですね。ここが要です。もうだからこの多分おじさんが風邪ひいたら生産がストップするぐらいの、はい、すごい方です。手で触ってて一本切れても分かるとこれプチで意味分かります？この作業、この4メーターとかっていうのがよく分かってないです、うん。今、この大きなドラムのとこにいるおじさんの一番初め入ってきたところの下に、さっきの枠が置いてあったの。置いてありました、あの枠が縦糸一本一本になるんです。でその枠が多分100個ぐらい置いてあったと思うんですけども、ということはまず100本分の、例えば右から100本目までの縦糸を今部分整形って言って、いっぺんに1200何本できないもんですから100本ずつ多分縦糸を計算してるんです。ここで計算値の分かります？何単作るのか、右側から何色糸をこういう順番で通すのかを全部このおじさんがやるんですよ。もちろん設計図があるんですけども、ってことは 4m50 のドラムを何周回せば、例えば8単ロットで作るなら 120m いるんだよ。じゃあ 120m を1本から100本までをここで1回止めてるんですよね。でそれを何回か繰り返せば、例えば縦糸が1240本の幅だとすると 100本ずつだと12回繰り返すってことですね。でこの作業がやっぱり全ての要、はい、多分サブ D さんはちょっと織物の興味があるからこれできませんね。これは無理ですね恐ろしい作業ですね。必要な糸の長さを計算しているってことですか？糸の長さだけじゃないですよ、その順番もこっち、例えば1番目の糸から100番目の糸、じゃあ101番目からを次やっていくっていう風にこの方が全部やるわけですよ。これしかも足ペダルでしたよね、はい、止めるときさっき見てらっしゃったと思うんですけど、どこで止めたみたいなこの人にとっては今止めたらここに止まるっていうのが分かってるんですよね。タイミングですよね。これ多分ね、もうプチに現場見たらね、もう発狂しますよ。あすごいです。ですから着物を一個作るのにこういう職人さんたちが分業でしかも専門職で動いてるっていうのを見せたかったんです。この社長は全部のことは理解してます。でもこの人が抜けてもダメなんです。結局社長は全部知ってなきゃいけないんだけど、この方がこれをずっとやってると、はい、もうやらないと従者になっちゃう。はい、どうぞ。今日は皆さん何時に疲れたんですか？11時半ぐらい。11時半。お昼は何食べたんですか？そば。
新豆腐。これいいじゃん、これ。ありがとうございます。これ、もう一個しかない。今は、はい、今のバッグ。一個だけ。これ一個でも欲しい。ありがとうございます。いやいや、値段も何も聞いてない。はい、買えるか分からない。もうすごくエブリデイノープライスですけど。なんで？ウォルマートです。それでは皆様、米沢山形県の楽しい旅を続けていただくように、山形県では花笠三本締めってあります。花笠ってますか？それは、水だめしたそれ。それでは、お名残惜しゅうございますが、2時間後にまたお会いできると思いますので、あの私もお着替えして、行ってみたいなと思います。行ってみたいなと思います。ここから歩いて5分のところなんですが、はい、じゃあ、今日もまた夜、楽しい夜を過ごせますように、皆さんの健康と旅の、なんだ旅の安全を記念しまして、中締めさせていただきます。花笠三本締めでよろしくお願いします。やっしょーまかしょ、はい、ありがとうございます。面白かった。何回見ても面白い。面白いですね。面白いね。いやでもみんな職人でした、うん、素晴らしかったです。素晴らしかった。楽しく真面目にやってらっしゃいます。もうね、奥さんと二人で手を振って最後のお出迎えまで。あ、そして菊池はファンミーティングがございました。大丈夫です。このまま行っちゃいましょう。はい。このまま行っちゃいましょう。はい。夕方から、日本全国から集まってきて、上杉伯爵邸というところです。素敵なお庭でした。こちらはお城でしたね。お城です。御殿どころじゃありませんでしたね。御殿ですね。はい。お城でした。さつきがすごく咲いていて、あ、ツツジですね。ツツジでしょうかね。ツツジがよく咲いてましたね。はい、はい、乾杯。80何名でしたよね。はい、80何名。もう満員御礼でした。はい、あ、僕の好きな助かりました。そんなことで、そんなことで米沢にこんなにあの着物大好きな人が参集していただいて、しかもね、本当にあの今ちゃんとあの社長に全部あの担当していただいて、俺たち旗やほらあの終わりしてるんですよ。これいますけども、いますけど、俺たち米沢の旗や頑張っから、あのいっぱいみんなさんね、あのこんな着たい、あんな着たい、そんな欲しい、こんな欲しいっていっぱい言ってもらって、バンバン作るから、またあのそれを着てもらって米沢さん遊びてきて欲しいと思います。おい、ぜひまた着てけるな。イエーイ。というわけで、じゃあ時間で締めたいと思います。おい、3文字目米沢流、米沢流で、だんだんな、またみんな良くなって、来年も再来年良くなるに、クレッシェンド、クレッシェンド、なんでだ、なんでだ、クレッシェンド。ほら、次やってるやって、2本やって、3本やって、4本やって、ちょっと長いけども、みんな良くなるようにな。よい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 よ、何でやっていくわけ。皆様
ファンミーティングこれだけよっていう声もありましたけども、はい、この後ちょっとご説明します。はい、次回2日目をお楽しみということですね。とりあえず今日の放送はとりあえずここまででございます。じゃあ画面戻していただきたい。はいはい、はい、もうギリギリの時間になってしまいましたけども、やっぱりねこのぐらい濃密でした。今のでもだいぶカットしてるんです実はね、はい、本当にサブディーさん一緒に行ってねまだまだちょっといろいろあったんですけど盛りだくさんでしたね、はい、ファンミーティングもね本当はもうちょっと載せたかったんですけどやっぱりねうちのお客様だけじゃないかったもんですから、はい、ちょっとこう私の方で少し判断させてもらってやっぱりお顔とか映っちゃってるところもあったので、はい、皆さんは見たかったでしょうけども非常に楽しかったとしか言いようがないです。菊島さんのファンミーティング全国から80何名89名です、ね、9名でしたか、ね、89名、はい、ほぼ90人というほぼ90人ね、え床が抜けるんじゃないかと思いましたけど、ね、そうですねすごいいいお家だったからこそちょっとドキドキしましたけども、はい、でもあんなところでやれるのもやっぱりこう米沢の織本さんたちのあのなんていうんですかね、もう歴史があるから伯爵邸さんが貸してくれちゃうような人たちでしょうね。そこの支配人さんもいらっしゃいましたしね、はい、もうなんか根源さんが言えば何でも叶いそうな感じでしたよね。米沢そんな感じでしたね。おそらく根源さんが入って言えば何人かが来ちゃうんじゃないかぐらいの、いやだからそういう団結力を感じた米沢でした。もうこれはね東京とかでは多分絶対味わえない本当の特別感だったと思います。でまあねまだ1日目でございまして、これで2日目3日目とまだあるんですけども、はい、まだまだ続きます。次回ということで、2日目3日目もね、やりたいと思います。で2日目はですね、予告といたしましては、まずですね菊池間ファンミーティングの続きということで、あれは朝、一番初めに集まって、はい、上杉神社の方を散策と、菊池間さんが、何でしたっけ、歩いていくツアー米沢の街歩き、はい、持ち歩きをいたしました。こうやりました。そこで面白い話があるんですけども、はい、それはまた来週次回のお楽しみで、その後主催であります阿波野商事さんで商品をたくさん見せていただいて、でもう一軒野の花染工房さんというところに、工房見学に行き、そこもすごかった。すごかったですね。そこは千人みたいな感じでしたね。はい、もう多分そこが一番感動したんじゃないかなと。面白かったですよ。面白かったですかね、はい、来週じゃないんです、実はこれがまたあのね、いたしましたよねっていう人もいますけどね、まあ、私は持ち歩きはしましたよ普通にちょっとね、はい、でもね、その再来週ですかね。はい、実はその2は再来週の放送となります。その2はね、実は再来週になっちゃうんです。どういうことかというとですね、実は来週の放送はですよ。はい。なんと。なんと、ゲスト放送が挟んでいるのを忘れました。ゲスト、忘れていた忘れてたんですよ。ゲストにそんなこと言ったら怒られますけど、はい、自分のこの、これ一周で終わらせるつもりだったので、はい、入れ込んじゃったんですけども、なんと来週は気仙沼の高橋さんが。よっ。ここにいらっしゃいます、はい、もう何回目になるんでしょうかね高橋さんねなんか非常に私の放送をあの可愛がっていただきまして、お電話をいただきまして、竹荘を取っとくようにと。竹荘を取っとくようにっていうか竹荘しかないからね、ここ泊まるにはね。で高橋さんがまた新しい商品とかがねできてきたと、そういうのもあるし、とにかく2週に行きたいわとか言われて、じゃあ一緒にせっかくお見えになるなら出ましょうよってことで、来週はなんと高橋さんがいらっしゃいます。でその次の週が、米沢、はい、第2回目の米沢やりまして、その次の週も決まっております。なんと私、ね、今日まで、はい、宮崎に行ってまして、太ももサミット、染織小玉さんが主催された太ももサミットの様子も、完璧に撮ってまいりましたので、はい、今回ねディレクターがいなかったもんですから私大変でした。
自分で撮りながら商品も説明しながらって、皆さん の, あのこのお二人のね、いつもありがとうございます本当 に, 本当に助かっております。私、自分一人でやったら超大変でした。でもね、頑張ってまいりましたので、その様子も3週にわたって、皆さんにとっては楽しい放送が山盛りだと思いますので、ぜひともお楽しみにしてください。で、今回の今日の放送はぜひともアーカイブでね、はい、ゆっくりじっくり見ていただけると、新田さんも本健さんもさらに楽しめるんじゃないかなと思っております。それではですね、今日はとにかく本編はこの辺で終わらないともう時間が来てしまってますので、裏番でまたこの話を続きをね3人で、ゆっくりしていきたいと思います。裏番でしか話せないこともいっぱいあります。はい、はい、それでは、チャンネルはそのままでお待ちください。また来週の放送お楽しみに。またね、お疲れ様でした。
い、どうも。始まりました。始まりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや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 、いろいろね、やりましたね。走りましたね。走った。走った遅い。ごめんなさいね、皆さん、あのコメントを全然読めなくて。マジで尺いっぱいだったんで、はい、1時間で説明がやっぱり30分がかかっちゃうと思ってたんで、自分も。途中で止めていって。でもそのぐらい内容が濃かったと思います。いやー、ちょっと思い出したな。